夢王国と眠れる百人の王子様は、ジークレストが開発、運営するソーシャルゲームである。通称、夢百。音楽は、高田正史が担当。なんとなく、毎日を過ごしていた主人公は、ある日の仕事帰り、乗り過ごした終電車で少年と出会い、異世界に誘われる。そこは、夢の力で、人々が生きる、夢世界。主人公は、夢王国。 トロイメアの姫として偶されることとなる。世界は人々の夢を暗い眠らせる夢食いに脅かされ、各国の王子も眠りに落ちてしまっていた。そんな彼らを目覚めさせながら、彼らと共に世界に夢を取り戻す旅をする。王子様との恋を多角的に描く女性向けパズル RPG。ストーリーとクエストがセットになっており、クエストのクリアーによってストーリーが進行する。 プレイヤーは各国の王子を眠りから目覚めさせ、ジグより5人フレンドより1人の計6人編成のパーティーを組み、敵との戦闘で勝利を目指す。同じ色のピースを3つ、異常指でなぞって繋げることで、ピースを消去する。特殊ピースは繋げる必要がなく、単独でタップするだけで回復や周囲のピースを巻き込んで消滅など効果を発動する。ピースは、パッション、クール、 ジェントル、キュート、セクシーに分かれており、それぞれの色が王子の属性と紐づいている。編成したパーティー内に消したピースと同色の王子がいれば敵に攻撃し、規定の数を消すことで強力なスキルを発動させることができる。また、ピースを消すことでチェーン数がカウントされ、数が増えるほど与えるダメージも増加する。相性は、パッション、クール、ジェントルが、 三ンス組、キュート、セクシーが互いに弱点の関係にある。ステージごとに敵が設定されており、すべての敵を倒すことで、ステージが進み、最後にボスを倒すことで、ステージクリアとなる。また、クエストに参加したりトレーニングを行うことで、王子を育成し、覚醒させることができる。覚醒は、太陽覚醒と月覚醒の2パターンがあり、ステータス上昇のほか グラフィックが変化し、レアリティも一段階上がる。覚醒には指定された要請の収集、ゴールドの商品のほか、一定レベルの達成時に解放される、ストーリーのクリアが必要となる。ストーリー中に発生する、選択肢により、どちらの覚醒になるかが決定する。また、同じ王子同士でトレーニングすることで、愛情突破が可能となる。最大4回まで可能で。 レベルキャップの上限が解放される。短編アニメ、夢王国と眠れる100人の王子様ショートストーリーズが2017年3月25日から12月22日まで配信された。オムニバス形式のショートアニメで YouTube 公式チャンネル及び ABEMATV にて毎月1話ずつ配信される。スタッフ主題価格はリスト DVD2016 年8月28日に 品川グランドホールで開催されたイベントサマーフェスティバル2016においてテレビアニメ化が発表され2018年7月より9月まで東京 m x サンテレビ ATXBS11 にて放送されたスタッフ主題歌格アリスト放送局 BDDVD 舞台夢を刻と眠れる100人の王子様プリンスシアター舞台 夢王国と眠れる百人の王子様オンステージ、キャストスタッフ、小説漫画ムックサウンドトラックドラマ CD、キャラクターソング、音百は2016年11月2日から Abex クスピクチャーズよりリリースされているキャラクターソングシリーズ。キャラクターソングのほか、オリジナル BGM や音声ドラマも収録されている。ジャケットは描き下ろしイラストを使用。音楽プロデュースは、 ゲーム同様、高田雅史が担当する。以下、収録内容におけるボーカル曲は、太字、ボイスドラマパートは印と表記する。夢王国と眠れる100人の王子様ショートに関する、カテゴリー。ありがとうございます。